りました、テレビ誌がプラスワンです。司会は私、家を弟子なに娘から食い倒れ太郎かと言われた桂坊でもです。どうも、スタイプが似合っております。はい、今度高尺さんに太鼓プレゼントしようと思います。鶴瓶さやかです、よろしくお願いします。結構です、結構です。いらないですか、そんなお似合いの。断って、いやいやいや、今日いきなりちょっとこのお野菜、はい、食べるの好きですか。大好きです。もう僕料理担当ですから、ね、あ、そうなんですね。今見たら腕がもうビュンビュンうなってきますね。何作ったろうという感じになりますね。え、でも本当立派なお野菜いっぱいありますよね。美味しそうですね。もうそのままかじっちゃいたいぐらいな。ねえ、はい、キュウリのイボイボ見て、これすごいよ。ねえ、はい、新鮮な証拠ですね。はい、はい、さあ今日ですね、この新鮮な野菜、うん、まあ多くが夏野菜になるんですけれども、はい、実はですね、高尺さん、夏野菜という以外にね、もう一つ特徴があるんですよ。ほう、と言いますと。見た目ではまあ分かんないとは思いますが、実はですね、はい、滋賀県にはこの滋賀県で農業に携わる女性をどん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 増やそうという、うん、滋賀農業女子100人プロジェクトというものがありまして、はい、そこのメンバーの渡辺由衣子さんが作ったお野菜になります。だいぶスタッフが買い叩いたんちゃうかな。いやいやいや、そんなそんなそんなだいぶ予算ないからな、だいぶ叩いたんちゃうかな。申し訳ありません。いやいやいや、ありがとうございます。まあまあ、でも本当にお野菜立派でいいですよね。はい、そして女性が作っているということが今回の一つの特徴になるんですけれども、なんかちょっとカラーを見ただけでもなんか女性っぽいなみたいに思ってしまうのは僕だけなんでしょうか。いや、でもありますよね、ズッキーニも色合いがいいですし、はい、で大根やこう株なんかもこう赤みのあるものがあって、はい、でまあ、年々ですね、農業はあの高齢化が進んでいまして、各地域で後継者が不足しているという問題が出てきています。はい、ただ最近この野菜を作っている渡辺さんのように、うん、若い女性の農業者が農業とかアグリビジネスで活躍する事例が注目されているんです。そこで今回のテレビ誌がプラスワン、女性農業者を応援しますをテーマにお送りしていきます。ではまず頑張る農業女子の一人ご紹介しましょう。はい、高島市阿戸川町大山寺地区、ここは戦後の食料増産のため開拓された高原です。この地区で農業を営む農業女子がいます。高橋かなさん。もともと私全く土も触ったことなければ植物も育てたことなかったんですけど、私が働いてた会社の新規事業で農業をやるっていう話がありまして、で私は全然違う部署にいたんですけど、ちょっと一度やってみたいなということで、そちらへの出向の方を希望して農業を携わりました。そんなに深くこうどうしてもやってみたいとまではなかったんですけど、ちょっと興味を持ってたぐらいの感じです。そんなかなさんでしたが、会社を辞め5年前に夫と2人高島市に移住、みのり農園を始めました。みのり農園では年間200種類ぐらいの野菜を栽培、多くを飲食店へ出荷しています。なんかあんまり農家っていうより農業経営っていうイメージが私には強くて、農業を生業としてやっているっていうだけで、まあ、仕事の職業の一つだと思っているので、多様性があって自分がやりたいようなやり方で仕事をしていけるので、そこがなんかこう自分にはしっくりきて楽しいですね。かなさんの思いに賛同した夫の秋高さんの以前の仕事は料理人、そこで自宅を改装して農園直営レストラン里キッチンをオープンしようと現在準備の真っ最中です。こういったちょっと空気のきれいなところに来ていただいて、実際作ってる現場を見ていただいて、でこういうふうに野菜ってなるんだなっていうのを知っていただけるような、そんな場所にしていきたいなと思ってます。もう朝取ってそのままお店持っていくっていうような新鮮なお野菜を食べていただけると思います。自然が相手の農業、毎年天候のことに悩まされることも多いそうですが、同じ農業女子の仲間に相談しながら頑張っておられます。農業って一言で言うけど、いろんなやり方があるんですよ。例えばうちなら露地栽培っていうビニールハウスを使わずにテント様の下でやる農業スタイルで、かつ作ってるものも少量多品目で、販売先は飲食店さんなんですけど、例えば同じ露地栽培でも一面キャベツを作って大量に市場出荷していくぞとか、契約栽培取っていくぞっていうやり方もありますし、
で露地栽培だけじゃなくて果樹とか水田とか稲作の方ですねとか、あの施設栽培とかもあるので、なんか自分がやりたい農業スタイルってなんだろうっていうことに着目して仕事を選んでいただければなと思います。はあ、農業のこともそうですが、はい、夫婦仲の良さにちょっと嫉妬しました。なんちゅう仲の良さや、いいですね、ほんま、うちでは考えられられないわ。られられないってそんなに、ね、仕事もしてね、はい、言うたら家帰っても一緒でっていうのずっと一緒、素晴らしいですね。だから楽しいんじゃないですか、一緒にお野菜作って。しかしおっしゃっておられましたけど、うん、その女性の方が考える、はい、そのいろんな形の農業のやり方っていうのをね、うん、うん、面白い見方になるんです ね、 ですね。アイデアもいっぱいありましたしね、はい、まあ、やっぱりあの、まあ、高尺さんのように料理する男性が増えてきているとはいえ、うん、やはりまだ女性の方が野菜を買ったり料理をするっていうのがまだまだ多いと思うんですね。そうですよ、楽屋でも料理の話なんかめったにできないですよね。だからやはりあの女性が生活者とか消費者目線でのアイディアっていうのは多いんですよ、はい、なるほど。ですから女性が経営に参画している農業経営というのは、そうでない経営に比べて売上や収益が向上することがデータとしても分かっているんですね。そうなの。そうなんです。まあ、はっきり出てるんですね。ただその一方で、はい、女性が農業者になって経営をしていくとなると、まだ問題点や苦労が多いというのも現状でして、うん、アグリビジネスの参画も実は進んでいないということなんですね。なるほど。だからまあ先入観というか、うん、イメージでちょっとなんか力がいるとか、ね、何かそういうね、イメージがあるんかもしれませんね、うん、なかなか女性は入りにくいと思ってはるんかもしれません、うん、はいはい。そこでですね、はい、あの滋賀県には県政の課題について県と県民の皆さんが一緒に考えて地域の課題を共有しようとする会議、うん、共同プラットフォームという会議があります。その共同プラットフォームでですね、女性のアグリビジネスに関して様々な課題が話し合われたそうなんです。お、そういう場所があるわけですね、はい、でそこで話し合うことによって、まあ、女性農業者の支援というのは地域の課題だよね、はい、ということが県民の皆さんで共有されたそうなんですね。なるほど。そして女性農業者がさらに活躍して地域農業が元気になるために大きく分けて課題が2つあるということが話し合われました、はい。一つが農業やアグリビジネスにチャレンジしたい女性が気軽に相談できるネットワークが必要ということ、うん、そしてもう一つが女性農業者のさらなる経営のステップアップが必要、この2つが現在の課題として話し合われたそうなんです。はあ、なるほど。でそしてこの共同プラットフォームでの対話や協議の結果を踏まえまして、はい、共同提案制度で女性農業者を含む4つの団体からこの課題を解決するための事業が県に提案され、うん、今年度県で女性の力を生かしたアグリビジネス創出事業として実施されることになりました。ああ、そうですか。はい。で、これはですね、提案された4つの団体と県が共同で農業にチャレンジする女性が先輩女性農業者とつながってスムーズに事業に取り組むことができるよう支援をすること、うん、そして女性農業者の育成や女性の農業経営の参画を進めようというものですね。でそこでまずは農業にチャレンジしたい女性を対象に女性のためのアグリカフェと女性のためのアグリビジネスインターンシップがスタートしました。はあ、これますます入りやすくなりますからね、こういうところがあるということをみんな周知してもらえるようにね、はい、うん、していかないかんのでしょうね。そうですね、やっぱきっかけ大事ですもんね、はい。そこで先日ですね、女性のためのアグリカフェが開催されましたのでその様子ご覧いただきます。近江八幡市で開催された第1回女性のためのアグリカフェ、この日は34人の女性が参加しました。自分のやってる農業っていうほど大層なもんじゃないんですけど、ちょっとでもなんかいろんなことに活かせたらいいです。今はそのお店の方でお花の売る仕事してて、それのやっぱちょっとどっちかというと生産の方が興味があるので、どんなお話かなと思って。もともと農業に興味があって、大学も農学部出てるもので、ちょっと出産を機に時間ができたので、ちょっといろいろ興味深いお話なんで聞いてみたいなと思って。参加者の中には女子高生も。先生から農業されてる女性が、まあ、カフェを開くってことを聞いて、私も農業家なんでそれについてちょっと知りたいなって思ったんで来ました。立場も年齢も様々。
皆さん農業ビジネスに興味があるようです。農業に興味があってアグリビジネスにチャレンジしたいという思う、女性が先輩農業者に気軽に相談できればです。そうなんです。もっともっと女性が活躍しやすい農業にという思いで、女性が気軽に相談できる機会を女性自身が設けるをコンセプトに開催されるセミナーと相談会が女性のためのアグリカフェなんです。私の場合は、農業と、食と食べると、そしてそれが結果健康っていうことをそこまでつなげて地域の活性化が、自分でこの先に事業で、貢献できたらいいなと思っております。セミナーでは農業女子100人プロジェクトのメンバーが講師を務め、自分らしい新たな農業スタイルについて講演しました。また若手女性による事例発表もあり、参加者はメモを取るなどして熱心に聞いていました。で、美味しいって言っていただけることが励みになって、家族みんな頑張っています。先輩の話を聞いた参加者の皆さん、どのように感じたでしょうか。そうですね、私も就農して間もないので、仲間作りっていうのの大切さっていうのを感じるんですけども、そういうようなことを先輩農家さんからも聞けて勉強になりました。すごく知らなかったことがいろいろ知れて勉強になることが多かったので、今後参考にさせていただいて自分の活動にも生かしていけたらいいなと思いました。実際に自分の家でやってた人とかの話を聞いて、周りにそういう人がいないんで、そういうこともあるんやなと思って、いろいろ自分の考えにステップにつながりました。セミナーの後は交流会です。たくさんの先輩女性農業者が参加者の相談に乗り、交流会は盛り上がりました。女性のためのアグリカフェに関わる先輩女性農業者に今後の期待を聞きました。農業って案外女性向けっていう新しい価値観をこれからどんどん浸透していけるような活動が広がればいいなと思っています。今日のようにね、若い感性で農業を盛り上げていただいて、できたら安心で安全なものを消費者の方にお届けする仕事に携わっていただけたらな。一人でも二人でもいいんです。もし私らみたい年寄りでも手助けできることがあったら、何でも言っていただいたらさせていただきますので、胸を開いて飛び込んできてほしいと思います。ええ集まりになってますね。皆さん生き生きしてあるわ。もうこのお野菜ぐらい生き生きしてたから。そうでしたね。すごいね。はい。これ第2回はあるんですか。あ、そうなんですよ。はい、2回目はですね、県立男女共同参画センターで7月28日に、はい、3回目は高島市立阿戸川公民館で10月27日に、そして2月までに合わせて5回開催されます。あ、いろんなところへ行ってくれはるんですね。そうですね。さらにですね、実際に体験してみたいという女性の皆さんへ向けて、はい、アグリビジネスインターンシップ事業を行っています。この事業ではですね、県内の女性農業者さんの現場で農場での作業体験ですとか、農産物を使った加工品作り、そして販売などを3日間程度経験できるということなんです。これ自分で選べるわけですよね。はい、いろんな体験はどれ行きたいなっていうのはね。はい、あ、なるほど。ぜひとも告知していかなきゃいけません。そうですね。農家だけでなくて、作るだけでなくて、加工とかレストランなど興味のあるところを選んで体験できるということです。ぜひ行ってみてください。はい、加えてですね、10月から2月まではすでに農業に取り組んでいる女性農業者を対象に経営力をアップさせる女性のための経営塾が6回連続で開催されるそうです。いずれも問い合わせはこちらの女性の力を生かしたアグリビジネス創出事業事務局までお願いいたします。長いな。こちらです。はい、よろしくお願いいたします。電話番号は長くないですから。はい、そうなんです。はい、滋賀県はですね、やっぱり大都市圏に近いので、このアグリビジネスのポテンシャルというのはすごく高いですよね。高くどんどんしていかないかね、ますますね。そうですね。はい、女性の力が加わると、はい、滋賀県も農業も元気になると思います。なります、なります。うちにおいては女性は怖いものですけどね。いや、元気と言ってください。はい。さあ、今日はですね、これで終わりではありません。はい、こんな素敵な方からお知らせがあります。はい、テレビ滋賀プラスワンをご覧の皆さん、こんにちは、西川貴則です。
琵琶湖の環境保全と地域振興のために開催される一大イベント、稲妻ロックフェス。草津市烏丸半島芝生広場で9月16日土曜日、17日日曜日の両日開催されます。今回で9回目を迎えますけれども、こう滋賀県で、そして琵琶湖岸で開催を続けてこられたっていうのは、やっぱり滋賀県への熱い思いがあるからですか？そうですね、僕らにとって、地元でお住まいになっている方はもちろんですけども、当たり前の風景やなと思っているこの素晴らしい景色っていうのを、やっぱり離れてみて僕自身もすごくやっぱり大切に思ったんですよね。だからこそやっぱりその滋賀県の良さ、また魅力みたいなものを一緒に味わっていただける、そういうふうにあのイベントが作れたらいいなとずっと考えていたので。無料エリアなんかもありまして、本当にたくさんの方が楽しめそうですよね。そうですね、エリアの中には、前哨イベントとしてあるフードグランプリで選出された、店舗の皆さんの出店もありますし、また、そのエリアの中にはですね、滋賀県をより深く知っていただいたりとか、滋賀県の魅力を PR するためのおいでな滋賀のブースもありますので、そういった意味でも稲妻ロックフェスの2日間で滋賀県を丸ごと楽しんでいただけるイベントなんじゃないかなと思ってます。だからその音楽を通して滋賀県の魅力を本当に分かっていただけるイベントなんですよね。そうですね、僕にとってその、ロックフェスというふうな言い方はしてるんですけども、僕にとってはお祭りを作ってる感覚なんですよね。だからこそやっぱり地域の皆さんと、密接に、また地域の皆さんが喜んでいただけるイベント作りを心がけてます。そんな熱い西川さんの思いを届けようと、今年も県民の皆さんへ先行予約チケット1000枚をご用意いただきました。一般販売より先にチケットを購入できます。受付は7月1日から8月16日まで、ご覧の方法で受け付けています。それでは県民の皆さんにぜひメッセージをいただけますか？はい、今年で9回目となります稲妻ロックフェスですが、まだまだね、県内の方にも、触れていただきたいですし、そして何よりもですね、これが滋賀県の魅力が詰まったイベントやでって誇りに持ってもらえるようなイベントにしたいなと思っているので、ぜひとも、一度お越しいただけると嬉しいです。9月16日17日稲妻ロックフェス、烏丸半島芝生広場でお待ちしております。いやー、はい、楽しみですね。音楽でね、滋賀県がまた元気になることでしょうからね、はい、そうですね、またたくさん、はい、県外からも来ますから ね、はい、これね、別の番組ですけど、西川さんがすごい大胸筋見せてあったからね、そうですよね、当日もその大胸筋が見れるかと思ったらね大胸筋マニア嬉しいんじゃないですかね、ぜひともお越しになってください。足がみたいないろんな趣味があるな、はい、さて次回のテーマは何ですか？はい、次回はですね、メイドイン滋賀を世界へと題してお送りしていきます。どんなメイドイン滋賀が出てくる？いろんなものがありますから ね、世界へどんどんと発信していく、そんなテーマですので楽しみにしていてください。今日は農業のことでしたけどね、参加したい方はぜひともまた番号にお電話してくださいね、はい、我々も見守っていきたいと思います、はい、美味しく食べますそれでは皆さん、また次回さようなら。